どうも、わっきです。さあ、今日はですね、ちょっと仕事で相模原市の方に来てるんですけど、最寄りは京王線のね、橋本駅という場所がありまして、そこから車でまあ15分ぐらいの場所でしょうか。ハワイアンスタイルの、まあ、居酒屋形式のお店なんですけど、マハロさんにやってきました。外からでもね、わかりますが、まあハワイ感が漂っておりまして、でこちらが目印となる看板なんですけれども、まあハワイアンなお店といえば、まあロコモコだったりとか、あのアヒポキとかね、マグロを使った料理、まああとはお酒関係ですかね。神奈川県相模原市で、まあ今日はね、ハワイを満喫しようということで、ちょっとね、どんなお店なのかわかんないんですけど、いろいろ食べて飲んでいきたいと思います。行ってきます。ということで今店内入ってきたんですけど、店内はねハワイ感漂っててね、カウンター席もありますし、あとやっぱアルコールもね、瓶ビールの種類がかなり多くあって、はい、すいません、こちらなんですか。アロハビールです。あ、これはもうハワイのビールが有名。そうらしいです。マスターのハワイアンのお店何回かレポしてるんですけど、僕初めて見ました。いいですか、いただいても。どうぞ。カンペです。あ、すいません。じゃあ乾杯。結構辛口ですね。いやー、ちなみに今日は運転じゃないんで飲ませていただきます。夏始まる前にハワイも味わっとこうかなということで、このマハロさんはハワイのビールの種類がね結構あるんですよ。粉ビール、フルーティーなやつもあれば、すっきり系、あとはまあコクのあるような地ビール愛好家に人気のビールもありますね。この瓶ビールも見たことないですね。でこちらも、あ、これアイスティーって書いてありますね。ロンドンアイスティー、ハワイではないんですね、ロンドンですね。あ、そうですね。イギリス、ヨーロッパの方にアルコールが入ってるアイスティーなんですね。こういうのもあるんだ。あとね、レッドブルカクテルがいろいろ種類がありまして、これこんだけあるんですよ。相模原市は活力を求めてるんでしょうかね。レッドブル緑なんてもう何なのか分かんないですからね。メロンソーダから、まあ、でもね、ワッキー TV ですからね、フードメニューですよ。面白いのがロミロミサーモンってあるんですよ。なんかマッサージとサーモンが合わさってるみたいな。鉄則としてはね、店名がついてる商品は初見なんで食べときたいな。マハロサラダ、マハロパスタってのもあるんですよね。気になるのがマハロまかない飯っていう、写真がないんで、まかない飯何なんだろうなっていう楽しみではあるんですね。謎めいてるというか、ガーリックバターシュリンプがねかなり出るというか、お酒にも合うだろうし、こちらもねちょっと食べてみたいなと思います。いや、今日はね相模原に来てハワイを味わうとは思わなかったですよ。やっぱ毎日来てるとね、いろんなことがありますね。こちらのマハロさんは6周年、やっぱ飲食店でね5年以上続くお店ってね、今の時代なかなかないですからね、すごいなと思います。マハロさんの店主の方、中里さんです。動画 OK、 あ、 OK、 ありがとうございます。アロハビール飲んでるんですか。結構辛口で。お酒飲めないんだよ。え、そうなんですか。見た目がっつり飲んでるじゃないですか。5年やってるんですけど飲めないです。そうなんですか。僕もね、あんま飲む方じゃないんですけど、やっぱ人は見た目じゃ分かんないもんですね。最初はサラダでございますけどね、店名のついたサラダ、マハロサラダがやってきました。結構重たい、かなりボリューミーなサラダですよ。これで800円なんで、3人4人ぐらいで分け分けできるぐらいです。やっぱいつも一人だからこうやってね
っていうのはいいね。モッツァレラチーズ。え？あ、すいません。豆腐と思ったらチーズでした。ここはノーカットできます。豆腐に見えますね、これ。スクランブルエッグみたいなのが入ってて、珍しいですね。どう？これ卵が温かいですね。美味しい。いるから楽しいですね。ファミコン世代、ミニオン世代ですよ。僕あの小学校の頃ですね、ビックリマンのねヘッドロゴコっていうのが盗まれて、学校でビックリマンシール持ってくるの禁止になりました。続きましてはね、こちらもお酒のつまみなんですけど、ネギまみれということでね、まあ本当にもうまみれてますよ、ネギが。明日に鶏肉があるんですけど、まあこれ見るとね豚なんじゃないかと思うんですけど、鶏っていうのがまたいいですね。でもみじおろしとレモンがついてると。いやこれ名前の通りもうね、ほんとネギにまみれてますよこれ。うわすごいな、ネギが。で下にこうね鶏が隠れてまして、これはいいですね。これ結構鶏どっさり入ってますね、下の方に。いいじゃないですかネギ。うん、うん、これうまい、うまい。ネギ美味しい、これ。その家庭での、うん、これうまいですね。これみんな食べますよ。もみじおろしがあるんで、まあ、ちょっとあのカプセットで。うん、うまい。これうまいです。うまいんですよ。量多くない？今日もね健康な体で生きてて良かったです。なんとですね、僕と同い年の方がいらっしゃいました。そう、知らないです。YouTube やってるんですか？やってます。やってます。全員 YouTuber 白山、白山 TV と言いまして、白山の地域で作ってるチャンネル。そうです。チャンネル登録よろしくね。白山のいいところを紹介してる。そうです。白山の自然とか、はい、観光で来てほしい、友達に来てほしいとかやってます。地域紹介みたいな。そうです。食を紹介する。あ、そうです。はい。続いてはマハロさんで、必ず皆さんが注文するらしいですガーリックシュリンプなんですけど、これ見てください。エビのデカさ、小ぶりのちっこいのが入ってるのかなと思ったら、ボタンエビのデカいのがゴロゴロあって、フライドガーリックが散りばめられてるんですよ。結構ニンニク入ってますよ。まあそうですね。うん、バターがすごい効いてる。エビの身もプリッとしてて、あとこれ後からニンニクきますね。これこれは酒に合うでしょう。カリブ海のコスタリカ産のパイナップル、カリビアンパイナップル。パイナップルだな。すごい、まあ、飲みやすいし気分転換にいいですね。ということでやってきました、マハロさんの牛ステーキでございますけれどもね、まあ、やはりハワイといえばステーキじゃないですか。看板メニューと言っていいんじゃないでしょうか。ソースもたっぷりかかってるし、ここから肉のねうまそうな香りが漂っててね、見てるだけでご飯いけるんじゃないかなっていう。脂身のところをちょっといただいてもどうぞ。よろしいですか？すいません。うまいっすねこれ。肉の脂身がね甘いんですよ。噛めば噛むほどね旨味が出てくるし、ソース激うまですね。かなりフルーツの感じがあるんで。あ、ご飯が食べたくなる。このステーキでご飯いっちゃったら止まらなくなるんで、ここは我慢しておきます。この端っこのところもねこうやってしかも噛んだし、コリ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 、これ筋のとこだ。最高っすね。ということでマハロさんのまかない飯やってきました。でかいボウルに入っててすごい重たくて軽い筋トレですよこれ。真ん中にねチャーハンですよ。いやーやっぱりよかった、さっきご飯頼まなくて。
うわ結構ご飯入ってんなこれ。うわうまそう、これはうまそうだ。まかない飯いただきます。あうまこれ。いやこれうまいっすね。味付けもねちょっと薄味なのがまた良くて、刻み海苔が入ってますね。であと細かい天かすと刻み海苔が中に入ってて、でネギもシャキシャキしてて美味しいし、締めにちょうどいいな。これ中毒性ありますね。ハマりますよこれ。嘘でも何でもなくて、さっきのステーキといい勝負ですよ。うまい。今3人で分けてもまだこんだけ余ってますから。すごい量ですよこれ。いや、3000円早すぎますね。これがうまいですよ。あ、うまくないですか。